どうもお疲れ様です。なんかね、ドル依存っていうのがなんか脱出するっていうの、ドル依存脱出っていう動きがアフリカを中心にあるみたいですね。今結構世界って分断されていて、アメリカ G7、 日本を中心とするような国家と、それからロシア中国を中心とするね、そういった勢力とに分かれてるんですけども、そこにアフリカとかインドがどうつくかっていうところなんですけども、アフリカってね、散々パラ G7 とかアメリカに煮え湯飲まされてきたんで、今でもね、奴隷貿易とかが多い引いて、アフリカの中の貧困ってなくなってないんですけども、そこに中国がやってくることによって、まあ、中国同化政策がね、結構進んでるらしいんですよね。そして中東もアメリカにものすごくね、痛い目に遭わされてきた経緯があるんで、この際人民元でやっていこうかみたいなね、動きがあるみたいなんですよね。まあ、それがどういう風になるのかってことは今の段階ではわかりませんけども、確かにね、ちょっと先進国という建前で G7、アメリカ、日本、ちょっとやりすぎたんじゃないかなというところは私も感じますね。まあそもそもヨーロッパの産業革命って、その三角貿易でもぎ取った人の人生とかね、権利とかってものを踏みにじった上でできた富ですからね。そう考えていくと、まあ略奪と暴力に明け暮れた国、それがイギリスを中心とするスペイン、ポルトガル、フランス、それからアメリカみたいなところなんだろうなと思いますし、まあ、日本っていうのはね、好んで争いを海外に持っていくことはなかったんですけども、まあけどね、なんか、よくわかんない国ですよね。どうなっちゃうんでしょうか。みたいなところからも、コンテンツってのは始まっていくのかなと思っております。いってらっしゃい。